構成アミノ酸を分析して、タンパク質の二次、三次、四次構造を予測することができる。タンパク質構造を予測は、タンパク質についてそのアミノ酸配列をもとに三次元構造を推定することであり、バイオインフォマティクス及び計算科学における研究分野の一つである。専門的な言葉では、タンパク質の一次構造をもとに二次構造や三次構造を 予測することと表現できる。構造予測は逆問題であるタンパク質設計とは異なる。タンパク質のアミノ酸配列は一時構造と呼ばれる。タンパク質のアミノ酸配列はその遺伝子が記録された DNA の塩基配列から遺伝コードの対応表に基づいて導出することができる。生体内においてほとんどのタンパク質の一時構造は 一意的に三次元構造を形成する。これをタンパク質が折りたたまれるという。タンパク質の三次元構造を知ることは、そのタンパク質の機能を理解する上で有力な手がかりとなる。医学やバイオテクノロジーにおいて重要な役割を果たしている。タンパク質構造を予測においては多くの手法が考案されている。それぞれの手法の性能は、 2年ごとに CASP 実験が行われ評価されている。タンパク質構造予測ウェーブサーバの継続的な評価はコミュニティプロジェクトカメオ 3D によって行われている。現在ではタンパク質構造を予測が果たす役割はこれまで以上に重要になっている。近年、人ゲノム計画など DNA の延期配列を解読する大規模なプロジェクトが盛んに行われるようになってきている。 こうしたプロジェクトの成果である DNA 延期配列のデータから遺伝コードの対応表に基づいて非常に多くのタンパク質のアミノ酸配列のデータを導出することができる。公共の配列データベースに蓄積されるアミノ酸配列のデータは急速に増大しているが現在のところ実験による方法で決定されたタンパク質構造データの増加ペースはあまり高くない。 実験による方法で、タンパク質構造を決定する作業では、X 線解説や核磁器共鳴のような時間がかかり、費用を要する手法を使うことが多い。そのため、この項目で説明する予測による方法で、タンパク質構造を解明することが多く、行われている。しかし、タンパク質構造の予測は、非常に難しい。その背景には、次に述べるような多くの要因がある。 このような困難はあるが、タンパク質構造を予測に関心を持つ多くの研究グループにより、数多くの進歩がなされてきている。小さなタンパク質の構造予測については、現在では手法が確立している。様々な手法でタンパク質の構造予測が日常的に行われるようになっている。タンパク質構造を予測の手法は、デノーモデリングと比較モデリングの二つに大きく、 分類することができる。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖である。この鎖は各アルファ炭素原子を中心に回転するため多くのコンフォメーションが可能である。タンパク質の三次元構造の違いはこのようなコンフォメーション変化によるものである。鎖内の各アミノ酸は極性を持っている。つまり正と負の電化を持つ領域が分かれており、 水素結合のアクセプターとなるユーリカルボニル元と水素結合のドナーとなる n h 基を持っている。そのため、これらの元はタンパク質の構造の中で相互作用することができる。20種類のアミノ酸は構造的にも重要な役割を果たす側座の科学的性質によって分類できる。グリシンは最も小さい側座を持ち、水素原子が一つしかないため、 タンパク質構造の局所的な柔軟性を高めることができるという特別な立場にある。一方、システインは別のシステイン残機と反応して構造全体を安定化させる過橋を形成することができる。タンパク質の構造はアルファヘリックスやベータシートなどの二次構造的要素の並びと考えることができ、これらの要素が組み合わさってタンパク質差の全体的な立体構造を 構成している。このような二次構造では、隣接するアミノ酸間で、水素結合の規則的パターンが形成され、アミノ酸のファイ角とプサイ角は類似している。結合のファイ角とプサイ角これらの構造の形成は、各アミノ酸の極性元を中和する。二次構造は、素水性環境のタンパク質コアにしっかりと詰め込まれている。 各アミノ酸即差が占有する体積は限られており、近くにある他の即差との相互作用の数も限られているため、分子モデリングやアライメントの際にはこの状況を考慮する必要がある。アルファーヘリックスは、タンパク質の二次構造の中で最も多く存在するタイプである。アルファーヘリックスは、1ターンあたり3.6個のアミノ酸を持ち、4番目の残機ごとに、 水素結合が形成されている。平均的な長さは10アミノ酸または10だが5から40とばらつきがある。水素結合が整列することでヘリックスに相極子モーメントが生じ、その結果ヘリックスのアミノ末端に部分的な静電化が生じる。この領域には有利 NH2 基があるためリン酸塩などの負の電化を持つもとと相互作用する。 アルガーヘリックスはタンパク質コアの表面に最も多く存在し、そこは水性環境との界面となっている。螺旋の内側に面する側は、素水性アミノ酸が外側に面する側は、浸水性アミノ酸が存在する傾向がある。このように4つのアミノ酸のうち3分の1ずつが素水性になる傾向があり、このパターンは容易に見つけることができる。 ロイシンジッパーモチーフでは、隣接する2つのヘリックスの向かい合う面にあるロイシンの繰り返しパターンが、モチーフの予測に大きく影響している。ヘリカルホイールプロットを使用して、この繰り返しパターンを示すことができる。タンパク質コアや細胞膜に埋もれている他のアルファーヘリックスは、素水性アミノ酸の分布がより高く、規則的であり、そのような構造の予測が可能である。 表面に露出したヘリックスは、素水性アミノ酸の割合が低い。アミノ酸の含有量は、アルファーヘリックス領域を予測することができる。アラニン、グルタミン酸、ロイシン、メチオニンに富み、プロリン、グリシン、チロシン、セリンに乏しい領域は、アルファーヘリックスを形成させる傾向がある。プロリンは、アルファーヘリックスを不安定にしたり破壊したりするが、 より長いヘリックスに存在し、屈曲部を形成することもある。水素結合を持つアルファヘリックス。ベータシートは、鎖の一部分にある平均5から10個の連続したアミノ酸と、その先にある別の5から10個のアミノ酸との間の水素結合によって形成される。相互作用する領域は、隣接していて、間に短いループがある場合もあれば、離れていてその間に、 他の構造が存在する場合もある。すべての鎖が同じ方向に走って平行シートを形成したり、他のすべての鎖が科学的に逆方向に走って反平行シートを形成したり、または鎖が平行及び反平行に走って混合シートを形成してもよい。平行型と反平行型では水素結合のパターンは異なっている。シートの内部ストランドの 各アミノ酸は隣接するアミノ酸と2つの水素結合を形成するのに対し外部ストランドの各アミノ酸は内部ストランドと1つの結合しか形成しないストランドに対して直角にシートを横切ってみたときより離れたストランドがわずかに半時計回りに回転して左巻きのねじれを形成しているシアルファ原子はプリーツ構造のシートの上下に交互に配置され アミノ酸の R 側元はプリーツの上下に交互に配置される。シート中のアミノ酸のファイ角とプサイ角はラマチャンドランプロットの一つの領域で大きく変化する。ベータシートの位置を予測することはアルファエリックスよりも困難である。多重整列におけるアミノ酸のバリエーションを考慮すると状況は多少改善される。タンパク質の一部は固定した。 立体構造を持っているが、規則的な構造は形成していない。これらを、タンパク質の無秩序な部分や折りたたまれていない部分、あるいはランダムコイルと混同してはならない。これらの部分は、ベータシートとアルファエリックスをつなぐことから、しばしば、ループと呼ばれている。ループは、通常、タンパク質の表面に位置しているため、その残機は、容易に、突然変異が許される。 配列アライメントの特定の領域で、置換、挿入、削除の数が多いことは、ループの兆候である、可能性がある。ゲノム DNA 上のイントロンの位置は、高度化された、タンパク質のループの位置と相関している、可能性がある。ループはまた、過電アミノ酸と極性アミノ酸を持つ傾向があり、しばしば活性部位の構成要素となる。タンパク質は、 構造的類似性と配列類似性の両方に従って分類できる。構造分類では、常実の二次構造の大きさや空間的配置を基地の三次元構造の中で比較する。歴史的には配列の類似性に基づく分類が最初に使用された。最初に全配列のアライメントに基づく類似性による分類が実施された。その後、 保存アミノ酸パターンの出現に基づいて、タンパク質が分類された。これらの方式で、タンパク質を分類したデータベースが利用できる。タンパク質の分類方法を検討する際には、いくつかの点に留意する必要がある。第一に、異なる、進化の起源からの全く異なる、タンパク質配列は同じような構造に折りたたまれる可能性がある。逆に、 特定の構造を持つ古代遺伝子の配列は同じ基本的な構造的特徴を維持しながらも異なる種で大きく分岐している可能性がある。このような場合、残っている配列の類似性を認識することは非常に困難な作業となる可能性がある。第二に互いにあるいは第三の配列とかなりの程度で配列類似性を共有する二つのタンパク質も 進化的起源を共有し、いくつかの構造的特徴も共有していると考えられている。しかし、進化の過程で遺伝子重複や遺伝子再編成が起こると新しい遺伝子のコピーが生まれ、それが新しい機能や構造を持つタンパク質に進化することがある。タンパク質間の進化と構造の関係について、より一般的に使用される用語を以下に示す。 この他にも、タンパク質の様々な種類の構造上の特徴を表す多くの追加用語が使いられる。このような用語の説明は、c a s ウェブサイト、タンパク質立体構造分類データベースウェブサイト、スイスのバイオインフォーマティクス・イクスパシーウェブサイトに掲載されているグラクソウェルカムチュートリアルなどに掲載されている。二次構造を予測とは、 タンパク質のアミノ酸配列の知識のみに基づいて、タンパク質の局所的な二次構造を予測することを目的としたバイオインフォマティクスの一連の技術である。タンパク質の場合、予測はアミノ酸配列の領域を適当なアルファヘリックス、ベータストランド、ターンのいずれかに割り当てることで構成される。予測の成功は、 タンパク質の結晶構造に適用された DSSP アルゴリズムの結果と比較して判断される。タンパク質の膜貫通ヘリックスやコイルドコイルなど明確に定義された特定のパターンを検出するために特殊なアルゴリズムが開発されている。タンパク質の二次構造を予測する現代の最良の方法では機械学習と配列アライメントを使用した後ントの 精度に達すると主張されている。この高い精度により、予測手法は、折りたたみ認識法や、デノーボタンパク質構造を予測、構造モチーフの分類、及び配列アライメントの精密化のための改善機能として使用することができる。現在のタンパク質二次構造を予測手法の精度は、ライブベンチやエヴァなどのベンチマークで毎週評価、されている。 1960年代から1970年代、初頭に導入された初期の二次構造を予測法は、可能性の高いアルファヘリックスを特定することに重点が置かれ、主に螺旋コイル繊維モデルに基づいていた。1970年代に登場したベータシートを含む大幅に精度の高い予測は、基地の解明済みの構造から得られた確率パラメータに基づく、 統計的評価に依存していた。これらの手法を一つの配列に適用した場合、一般的には、せいぜい60から65%程度の精度で、ベータシートを過小評価することが多い。二次構造の進化的保存は、多重整列で多数の相同配列を同時に評価し、整列されたアミノ酸の列の賞味の二次構造傾向を計算することで開発できる。 基地のタンパク質構造の大規模なデータベースとニューラルネットやサポートベクターマシンなどの最新の機械学習手法を併用することで、これらの手法は球状タンパク質において総合的に80%の精度を達成できる。精度の理論的な上限は約90%であるが、これは二次構造の末端付近で DSSP の割り当てが得意になることが原因の一つである。 二次構造の末端付近では、ネイティブな状態では、局所的な立体構造が変化するが、結晶中では、パッキングの制約により単一の立体構造をとる、ことを余儀なくされる場合がある。さらに、典型的な二次構造を予測法では、二次構造の形成に対する三次構造の影響を考慮していない。例えば、ヘリックスと予測された配列であっても、 タンパク質の β シート領域内に位置し、その側座が隣接するものとうまく結合していれば、β ストランド構造を取ることができる可能性がある。また、タンパク質の機能や環境に起因する劇的な構造変化によっても、局所的な二次構造が変化することがある。現在までに20種類以上の二次構造を予測法が開発されている。最初のアルゴリズムの一つは、 種ホスマン法で、これは主に二次構造の種類ごとに、核アミノ酸が出現する相対的な頻度から決定される確率パラメータに依存している。1970年代半ばに解析された構造の小さなサンプルから決定されたオリジナルの種、ホスマンパラメータは、最初の発表からパラメータが更新されたものの、現代の手法と比較して不十分な結果となっている。 シュフォスマンポは、二次構造の予測において、およそ50から60%の精度である。次に注目すべきは、情報理論に基づいたゴアポーというプログラムである。これは、より強力な確率的手法である、ベーズ推定を使用する。ゴアポーでは、各アミノ酸が特定の二次構造を持つ確率だけで、なく、隣接するアミノ酸の器を考慮した上で、 各構造を持つアミノ酸の条件付き確率も考慮する。アミノ酸の構造的傾向は、プロリニア、グリシンなどの少数のアミノ酸に対してのみ、強く現れるため、このアプローチは、シュフォスマンのアプローチよりも感度が高く、精度も高い。多くの隣接アミノ酸のそれぞれからの弱い器用が、全体として強い効果をもたらす、可能性がある。 オリジナルのゴアポーの精度は約65%でベータシートよりもアルファーヘリックスの予測で劇的な成功を収めたがベータシートはループや無秩序な領域としばしば誤認されたもう一つの大きな進歩は機械学習の手法を用いたことである最初に人工ニューラルネットワークの手法が使われたトレーニングセットとして解明された構造を使用し二次構造の 特定の配置に関連する共通の配列モチーフを識別する。これらの手法は70%以上の精度で予測することができるが、完全なベータシートの配置に必要な拡張コンフォメーション形成を助ける水素結合パターンを評価するための3次元構造情報がないため、ベータストランドの予測が不十分になることが多い。 ニューラルネットワークを用いたタンパク質の二次構造予測プログラムとしてはシプレットやジェイプレットなどが知られている。次にサポートベクターマシンは統計的手法では特定が困難なターンの位置を予測するのに特に有効であることがわかっている。機械学習技術を拡張して見割り当て領域の主刷の二面角などタンパク質のよりきめ細かい局所的特性の予測が 試みられている。この問題には SVM とニューラルネットワークの両方が適用されている。最近ではスパイに x を使って実数値のねじれ角を正確に予測し AB2 値を構造予測に用いることに成功している。二次構造の形成はタンパク質の配列に加えて他の要因にも左右されることが報告されている。例えば二次構造の傾向は 局所的な環境、残機の溶媒へのアクセス性、タンパク質の構造クラス、さらにはタンパク質の由来となる生物にも依存することが報告されている。このような考察に基づいて、タンパク質の構造クラス、残機のアクセス可能な表面積、さらには接触数の情報を加えることで、二次構造予測を改善できることがいくつかの研究で示されている。 タンパク質構造を予測の実用的な役割はこれまで以上に重要になっている。人ゲノム計画などの大規模な DNA、延期配列解析により膨大な量のタンパク質配列データが作成されている。構造ゲノミクスにおけるコミュニティ全体の取り組みにもかかわらず実験的に決定されたタンパク質の構造は通常時間と費用のかかる X 線結晶構造解析や NMR、分光法によって得られるものであり、タンパク質の塩基配列から得られるものに比べて、はるかに遅れているのが現状である。タンパク質構造を予測は、非常に難しく、未解決の課題である。主な問題は、タンパク質の自由エネルギーの計算と、このエネルギーの全体的な最小値を見つけることの二つである。 タンパク質構造を予測法は、天文学的に巨大なタンパク質構造の可能性のある空間を探索する必要がある。このような問題は、比較モデリング、またはホモロジーモデリングと呼ばれるモデリングや折りたたみ認識法では、部分的に回避することができる。この方法では、問題のタンパク質が別の相同タンパク質の実験的に決定された、 構造に近い構造を採用しているという過程で探索空間が借り取られる。一方、デノーボタンパク質構造を予測手法では、これらの問題を明示的に解決する必要がある。タンパク質構造を予測の進歩と課題については、ちゃんによってレビューされている。ロゼッタをはじめとするほとんどの三次構造モデリング手法は、単一のタンパク質ドメインの三次構造をモデリングするために、 最適化されている。タンパク質を潜在的な構造ドメインに分割するために、通常、ドメイン解析、または、ドメイン境界予測と呼ばれるステップが最初に行われる。三次構造予測の他の部分と同様に、これは基地の構造から比較して行うことも、配列のみを用いて、ABE 日を敵に行うこともできる。個々のドメインの構造は、 ドメインアセンブリと呼ばれるプロセスでドッキングされ、最終的な3次構造を形成する。エネルギーベース及びフラグメントベースの手法での応募、または a b e 日兆のタンパク質、モデリング手法は、最初から、つまり過去に解明された構造ではなく、物理的な原理に基づいて、3次元のタンパク質モデルを構築することを目的としている。タンパク質フォールディングを模倣する方法や、 確率的手法を用いて可能性が高い階を探索する方法など様々な方法が考案されている。これらの方法は膨大なコンピュータ資源を必要とするため、これまでは小さなタンパク質に対してしか行われていなかった。大規模なタンパク質の構造を新たに予測するには、より優れたアルゴリズムと強力なスーパーコンピュータや、 分散型コンピューティングが提供する大規模な計算資源が必要になる。これらの計算上の障壁は広大なものであるが、構造ゲノミクスの潜在的な利益のために、で、濃度構造予測は活発な研究分野となっている。2009年の時点で、50残機のタンパク質をスーパーコンピュータ上で1ミリ秒の間、原子ごとにシミュレートすることができる。2012年の時点では、 新しいグラフィックカードとより洗練されたアルゴリズムを備えた標準的なデスクトップコンピュータで同等の安定状態のサンプリングが可能である。アラシカモデリングを使用するとはるかに大きなシミュレーションのタイムスケールを得ることができる。進化的強分散による3次元接触の予測1990年代にシークエンシングが一般的になると いくつかのグループがタンパク質の配列アライメントを利用して相関突然変異を予測し、これらの共振化残期を利用して三次構造を予測できるのではないかと期待された。この過程は単一残機の突然変異がわずかに有害である場合、残機・残期間の相互作用を回復させるために代償性突然変異が起こる可能性があるとするものである。この初期の研究では、 タンパク質の配列から相関突然変異を計算するために、いわゆる個別メソッドを用いていたが、各残機のペアを他のすべてのペアから独立したものとして扱うことから生じる間接的な偽相関に悩まされていた。2011年には、これまでとは異なるグローバルな統計的アプローチにより、十分な配列があれば、強進化残機を予測するだけで、 タンパク質の 3D ホールドを予測できることが実証された。このイベホールド法は、相動性モデリング、スレッティング、3D 構造フラグメントを使用せず、数百残機のタンパク質に対しても、標準的なパーソナルコンピュータで実行することができる。この手法や関連するアプローチを用いて予測された、接触の精度は、実験的に2回目の膜貫通タンパク質の予測を含め、 多くの基地の構造やコンタクトマップで実証されている。タンパク質の比較モデリングでは最初に構造モデリングの出発点としてすでに解明されているタンパク質構造もしくはテンプレートを使う。この方法が有効である理由はタンパク質の種類は膨大であるがタンパク質の多くが持つ三次構造の構造モチーフの種類は少ないと見られているからである。現在、 実際に存在するタンパク質フォールディングのパターンは2000種類程度と考えられている。タンパク質の比較モデリングは構造予測における進化的共分散と組み合わせることができる。比較モデリングの手法は次の2種類に分類することができる。アミノ酸の側差を正確にパッキングすることはタンパク質構造予測における別の問題である。 即さの形状を予測する問題に特化した手法としては、デッドエンド除去法や事故、無動着型平均情報などがある。低エネルギーの即さコンフォメーションは、通常、合成の高いポリペプチド主査上で、回転異性体と呼ばれる、個別の即さコンフォメーションの集まりを用いて、決定される。この手法では、 モデルの全体的なエネルギーを最小化する一連のロータマを特定しようとする。これらの方法では、タンパク質の拡散器タイプに適したコンフォメーションのコレクションである回転異性体ライブラリーを使用する。回転異性体ライブラリーには、コンフォメーション、その頻度、平均二面角に関する標準偏差などの情報が含まれていることがあり、サンプリングに利用できる。 回転異性体ライブラリーは構造バイオインフォマティクスやタンパク質の基地の実験的構造における即さコンフォーメーションを統計的に分析して導き出したものである。例えば、四面体炭素の観測されたコンフォーメーションをスタガー地の近辺にクラスタリングすることで得られる。回転異性体ライブラリーには主刷に依存しないもの、二次構造に依存する。 もの、主査に依存するものがある。主査に依存しない回転異性体ライブラリーは、主査のコンフォメーションを考慮せず、特定のタイプの利用可能なすべての即刷から計算される。二次構造に依存したライブラリーは、アルファヘリックス、ベータシート、またはコイルの二次構造に対して、異なる二面角や回転異性体の頻度を示す。主刷に依存する回転異性体ライブラリーは、 二次構造に関係なく主査二面角、ファイ及びプサイによって定義される局所的主査のコンフォーメーションに依存した立体構造及びまたは頻度を示す。ほとんどのソフトウェアで使用されているこれらのライブラリーの最新バージョンは確率または頻度の多次元分布として表示され、ピークはリスト内の個々の海底異性体として見なされる二面角のコンフォーメーションに対応する。 一部のバージョンは非常に注意深く精査されたデータに基づいており、主に構造を検証に使用されるが、別のバージョンははるかに大規模なデータセットにおける相対的頻度を重視しており、ダンブラック回転異性体ライブラリーのように主に構造予測に使用される形である。速さ重点法は、速さがより密に重点されている、タンパク質の疎水性コアを分析するのに最も、 有効である。一方、一つの回転異性体コンフォメーションではなく、複数の回転異性コンフォメーションを取ることが多い、表面残機のより緩い制約と高い柔軟性を扱うのは難しい。複数のタンパク質が結合したタンパク質複合体の構造予測においては、複合体を構成する各タンパク質の構造が分かっているか高い精度で予測できる場合は、 タンパク質、タンパク質ドッキング法を用いて複合体の構造を予測することができる。複合体の親和性に対する特定の部位での変異が及ぼす影響に関する情報は複合体の構造を理解しドッキング手法を導出するのに役立つ。タンパク質構造を予測のためのソフトウェアツールは数多く存在する。アプローチとしてはホモロジーモデリング、タンパク質、スレッティング、 ABE 日オポー、二次構造予測、マクカン貫通ヘリックス及びシグナルペプチド予測などがある。キャスプ実験に基づいて最近の成功した手法には、アイ、ダサー、ハプレット、アルファホールドなどがある。完全なリストはメイン記事を参照のこと。キャスプは1994年から2年ごとに行われているタンパク質構造を予測のためのコミュニティ全体での 実験である。キャスプは利用可能な人間の非自動化手法およびタンパク質構造を予測のための自動化サーバーの品質を評価する機会を提供している。カメオ 3D は新しく公開されたタンパク質構造のブラインド予測を用いて自動タンパク質構造予測サーバーの評価を週単位で行っている。カメオではその結果をウェブサイトで公開している。 ありがとうございます。